ヤッホー、皆様いかがお過ごしでしょうか。コーキンテッドでございます。この時期、ナス、ピーマン、もう野菜これでございます。で、今回はこのナスとピーマンを使いました。メインでもない、野菜の副菜でもない、ちょうどその間のいい感じのおかず、 1.5列目、キングおかずシリーズより最高にこの2つのお野菜が美味しく食べれる、ご飯ももりもり進む、ナスとピーマンの味噌炒め、なんていかがでしょうか。でですね、以前ナス味噌やらせていただいたんですけども、ちょっと本格的というか、味付けを2段階に分けてっていう、もうすごく美味しいんですけど、そういう作り方をご紹介したんですけど、今回はさらにより手軽に、でピーマンも入れましてですね、彩りも豊かに、そんな感じで簡単美味しいバージョンでご紹介したいと思います。では切ってまいりたいと思います。ピーマン、私いつもヘタと種も使わせていただくんですけど、今回はさっと炒めて終わりますので、種とヘタ取らせていただきます。半分に切りまして、ちょっとここ切り込み入れてください、ヘタのとこ。であとはこのまま種ごとこのように取っていただけたら簡単に取れます。このような形で種取ってください。はい、でピーマンのサイズにもよるんですけど、このまま3、4等分にしていただいたらいいかなと思います。こんな感じで。はい、次はお茄子。いつもの通りヘタはこのようにささがきに鉛筆削り方式で捨てるとこ最小限でいきます。そしてちょっと厚めの輪切り、1センチ1.5 ぐらい、これでいきます。こんな感じでどんどんと切っていってください。炒めていきたいと思います。サラダ油、ここで油あんまり入れすぎないでくださいね。あんまり油が多すぎるとちょっと油っぽくなってしまいますので。ではまずはお茄子から、お茄子から入れて、ピーマンは時間差で、で先に全体に油を絡めてください。さーっと油を吸わせます。はい、油を吸わせましたら片面から焼いていきたいと思います。でこのまま蓋をして蒸し焼きにしてまいります。蓋をすることでとろっと仕上がります。はい、ではオープン。どうかな、あ、いい感じ、焼き色がついてます。とんがり帽子が、よし、あ、こういうちょっとねしっかり焼き色ついた方が美味しいですよ。はい、こう裏返しまして、空いてるところにピーマンを、でピーマンはこの皮目の方を下に並べまして、再度蓋をしてやっぱり蒸し焼きにします。これがポイントですね。今回は蒸し焼きにしてとろっと、そしてピーマンからも甘みを引き出す。では最高の味噌だれを混ぜていきます。まずはお味噌で、砂糖もしっかり効かせます。みりんで、ここで今回お水で味噌をちょっと伸ばします。お酒でもいいですよ、もちろん、ね、でポイントがこのね、合わせ調味料にごま油を混ぜることで、よりこうごまの香りを引き立たせますね。これちょっとしたポイントです。はい、しっかり混ぜておいてください。はい、ではオープン。イエーイ、あー、しっとりつやっと美味しそうになってます。はい、ここでこの味噌だれ入れます。ちょっと跳ねやすいので気をつけてくださいね。はい、入れまして、さーっと全体混ぜる。はい、こう混ぜましたらもう一回蓋します。これなぜかというとですね、このお味噌が
結構跳ねるので、その跳ね防止とより調味料が馴染みやすくなる、そしてよりとろっと仕上がります。お茄子が火を弱めて仕上げていきたいと思います。はい、ではオープン。あー、いい感じ。この照りつや最高。 OK、 しっかり絡んでます。で、ちょっとこの水分がなくなるまでこの後しっかり煮詰めてください。OK、 では盛りましょう。このピーマンの色も映え、見て、ナストロトロよ。ジュワー、イエーイ、イエーイ。で、最後にごまちゃん、イエーイ。完成しました。この彩り綺麗なピーマンとトロトロナス、はい、ナスとピーマンの味噌炒めでございます。あー、ご飯ともりもり。それではいただきます。うん、テリテリツヤツヤ。あ、もうお茄子がえらいことに D&B。あんなに簡単に短時間にできたのに、お茄子とろとろ、ピーマンは本当に甘さがじゅわっと出てきます。このしっかりめの味噌味がまた最高に合うね。やっぱりポイントは蒸し焼き、これですよ。決してこう油を足して揚げるようにはしないでほしいんですよね。最小限の油で蒸し焼きにすることによって、茄子の良さとろっと引き出し、ピーマンも色も美しく甘みを引き出してくれる。ぜひこのやり方で試してみてください。お肉いらずで最高に美味しくできます。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。